はい、では今日も、令和6年度 JA 共済、全国小中学生書道コンクール常服の部、進めていきます。と今日は、小学6年生の課題豊富な資源、こちらを書いてみたいと思います。
資源書いてみました。実際書き終わってこう立ち上がって上からこう見てみると、あーっていうところが本当に目につくんですが、はい、じゃあこれでね、説明の方をしていきたいと思います。でこれ6年生の課題ですよね。すごいな。では、豊富からいきましょう。これは豊富な資源、漢字が4つ、かなが1つ、ね、なが、真ん中に1つ入っているので、漢字2つ、ね、上下を、まあ、大体2つ同じ大きさにして、なでなをちょっと小さめにして、バランスを取るといいですね。上が、こんな感じで、なで小さくなってまた、資源の方で、また大きくなるという感じですかね。バランスが取れると思います。はい、では豊かからいきましょう。縦角、少し中に入れましょうか。真四角にならないようにしましょう。真四角ってことはこれがまっすぐ降りるということなので、少し中に入れるといいですね。で横が来て転接で、この、豊富な資源、転接がたくさん入ってますね。転接しっかりと、決めましょう。ここ、しっかりとがっちりと書くことで、とても引き締まったかっこいい作品になりますね。こうきたのをちゃんと丁寧に押さえて中に入れる。でこういう小さなところも同じ、小さくなってもちゃんと押さえるっていう、こういうところがキュッキュッとこうね、しっかりと丁寧に、一つ一つ書き上げることで、とても引き締まったかっこいい、作品になりますね。はい、こう来て、横来て、転接で中、少し中ですね。で縦縦で横横で、これは少し下が2つ出ます。で大体窓は同じぐらいの間隔で、大体開けるといいですね。で豆、横が来て、これも中に少し入れましょうか。で横が来てこうで、これは下と横がちょこっと出ます、少し出ます。でこういった線とか縦横たくさんあるのは、ある時は一概にも縦を太く横を細くっていうふうに決められているわけではないですが、太いところ中ぐらい、細いところ、書いてればね、次はあんまり太くすると黒くなっちゃうなとか、ぶつかっちゃうなとかって書いてるご本人が気がつくと思うので、自然と強弱っていうのは出せてると思いますが、全部同じ太さにして綺麗に書き上げることもできないことはないですが、ちょっとぺちょっとしたね、平坦な作品になってしまって、機械的な作品になってしまったりします。あと6年生だとね、やっぱりもうだいぶ書き込んでこう強弱も出せるので、ぜひリズムを入れて、太いところ細いところっていう、こうリズムで、リズムが入れば自然と太いところ細いところも意識せずに出ることが出すことができますので、ね、ぜひ自分のリズムでしっかりと書き上げるといいかなと思います。でこうきました。で点々と入れて、これはもうちょっとね長く、この長さ、こことスタートとゴール、支出と収出はここよりも外からスタートで、ぐーっと持ってきて、終わりはここよりも外で、しっかりとぐっと持つこと、持っていくことで、ドンとね、安定感のした、落ち着いた豊かという字ができます。で、基本としてはここからここまでは、こういうイメージ、ストーンとまっすぐではなく、まっすぐってことはこれも長くなって、口も大きくなって、この点も広がるということなので、あまり四角くはならない方がいいですね。だいたいこういうイメージで書かれると、かっこいい豊かという字に仕上がると思います。はい、トミ、ね、これも、上下のバランス大事ですね。大きさをだいたい同じ大きさに、字の大きさにしたいので、こうきました。ただこれ、こことここがだいたい同じ位置、こことここがだいたい同じ位置の同じ幅にすることで、だいたい安定したバランスのいい、同じぐらいの大きさの字が書けると思います。漢字が書けると思います。でしっかりと太めにいきましょう。でピュッと持ってきて、ここもね、転接ですね。こういったところも
こう来て、こう来て、押さえ直して、ゆっくりゆっくり丁寧に、ね。伝説ね、たくさん出てます。しっかりと書きましょう。目立ちますね。たくさんあるので、本当一つでも気を抜くとね、そこが悪目立ちするので、すべてしっかりと丁寧に最後まで見届けて、丁寧に書きましょう。で、横。で、この部分はここと一緒ですね。こう。しっかり、ここもそうですね。伝説。で、こう。で、下と横がちょっとずつ出ます。で、この田んぼの田も、ここを少し中に入れます。こう来て、横。ね、ここも伝説ありますね。で、縦横横同じぐらいの間隔で開ける。で、これは下が2つ出ます、ね、で、やっぱりこの部分もここもそうでしたし、ここもそうですが、太いところ細いところっていうところね、あの出てますね。これも全部同じ太さになっても綺麗な字だねっていうふうにはなるかもしれないけども、ちょっとこう表情がない感じがするので、まあ、これで言うとここが、まあ、このぐらいの太さ、これよりもちょっと細め。で、これもちょっと太め。で、これもちょっと細め。まあ、これ、うん、細めというか、まあ、中ぐらいかな。で、これと同じぐらいの太さで細め。細めって感じで、太いところ、中ぐらい、細いところが出ることで、こう、ちょっと奥行きのあるね、あの、表情のある、富という字になるかなと思います。はい、次、な、資源です。これ3つ一緒にいけるかな。あ、いけそうですね。はい、はい、名はちょっとね、小さめに書きましょうか、ね、そうすることで、バランスが良くなりますね。5等分に折りますので、あの軽くね、目印として軽くこう5等分に折るので、名という字もその5等分だと大体同じ幅で折ってるわけですが、同じスペースの中にしっかりと入れると、やっぱりあの、ね、こういったあの漢字がちょっと画数が多かったり、たあの外形が縦長だったり、ね、すると場所を取ったりもするので、なでちょっとコントロールしましょうか。ちょっと小さめに書かれるといいと思います。で、横は少し上に上がります。で、ここは斜めですね。こう来て、こう来て、ここが大きな点。この点はあまり高いところではない方がいいですね。これのちょうどここの下ぐらい、このぐらいでいいと思います。で、こう来たのがスッと入って、こうですね。こう来て、こう、こう、こう。点が来て、ごめんなさい。点が来て、こう、こう、こう。ですね。という感じで、ね、ここを、書きましょう。はい。で、資源ですね。資源。そうですね。資源は、これは縦長の、字なので、なかなかね、難しいところで、どんな形で、書こうかなと思ったときに、ちょっとあの小学生、中学生の書写書道 の、 あの手本を書くときに参考にしている、辞書が、2つあるんですが、1つは、これです。これで、あ、閉めちゃった。どこだっけ。あ、そうそう。ね、死という字、これですね。で、まずどんな形かなっていうのを、綺麗な形はどうかなっていうのを調べました。で、こう来て、でここのところこう来て、人という字右にスッと払ってますよね。払ってこの部分よりも外に出てるんだなっていうのをまず思って、あ、こうすると形が良くなるんだなっていうのを見て、あともう一つ、まあ、書道の字っぽいというか、もう一つの、参考にしている、手本にするときに、を書くときに参考にしている、辞書なんですが、で、これの詩は、まあ、こんな感じですね。で、これもやはり、ここよりもこれが右にスッと出てるので、あ、じゃあここは伸びやかに書いた方がいいんだなって思って、そうか、で、書こうということで、しました。で、この2冊を見ると、見えますかね。貝という字、次、上の次という字ですか。次という字がちょうど、揃ってますよね、終わりの部分が、うん。で、これで書くとすると、ここですね、ここが、こことここがこう揃ってる。で、この下に貝という字が入ってるんですが、それで書くと、ちょっと、これ、あんまりいい、あれじゃないんですが、揃うように書いてみようと思って最初書いたのがこれです。
でちょっとここがボコッとなってしまって、ここをなんとかこことここを揃えようかなと思ったらちょっと伸びてしまったんですが、こんな感じになってしまって、そしたらなんかこの辺がね、あの右腹綺麗に見せたいところがなんだかボテッとなるので、それならもう伸びやかに描いた方がいいのかなって、これをここを揃えるように描こうと思ってこう描くと、うん、そうですね、これに対して、まあ、描けないこともなかったのかな、うん、描けないこともなかったか。でもなんかこっちが短くてこう来てこうなので、あまりここが伸びやかに描けないかなと思ったので、次あのこれでなんだかボテッとなったなと思って、今度こっちを描いてみました。これよりはこっちの方がまあすっきりして、まあ、見えますよね、ここがボテッとしてない分。なので結構こう来て貝の部分の、ここですね、こことこことここが揃わなくても、うん、結構バランスがいいのかなというふうに思ったので、まあ、こういった、ね、辞書とかを見るとここが、揃ってるのでね、なんかここで収めたいところなんですが、でもなんかここは伸びやかに描いた方が、形としてはいいかなって。これだとあの外形的に縦長なので、どうしてもね、あの、まあ、これも縦長ではありますが、あまり縦長に入れてしまうと弦という字がちょっと入るスペースがなくなってしまうし、そうなるとまあ上の方からあの豊富豊かという字からもっと小さく描いていけばいいのかもしれないんですが、まあ、こんな感じになってくると、ここをやっぱり見せるといいんだなっていうのが分かって、でまあ、形的にね、あの仕上がった時にあのバランスも悪くないので、じゃあこれで描こうということで、こういう風にしてみました。なのでこう来て、結構ここはやっぱり伸びやかに見せた方がいいですね。さっきのようにあのボテッとならない方がいいですね。ここのところボコンボコンとなってるので、もうそれなら思い切ってここに合わせようと思ったがために、なんかこう遠慮してしまってこんな風になってしまったんですが、もう思い切って伸びやかにこっちに来ちゃっても、伸びやかに来ることでここをしっかりとスペース空けることができるので、あの貝という字をあの迷いなくしっかりと書くことができますね。なので、うまく伝わってるのかな、次という字はちょっとこう潰れた感じ、上の部分はちょっと潰れた感じなんだけど、ここは伸びやかでここは見せて書いても OK だと思います。形あのかっこよくなると思います。で伸びやかに書けば、ここを開くこ自然と開くことが開けることができるので、貝という字の邪魔にもならないということにつながるなと思ったので、こんな感じでいいんじゃないかなというふうに思います。でここもね、点接やっぱりここも入ってます、ここも入ってますね。しっかりと押さえます、ここですね。でここのところもしっかりとね押さえて、点接もきれいに書きましょう。横横横、ここはだいたい等間隔で、これは下が2つ出ます。で左にスッとゆっくり丁寧に払って、右もしっかりと止めます。でここちょっと入るかなってギリギリでしたが、まあなんとか入りました。はい、これは、さんずい点点点ですが、この位置が違いますね。ここ2番目はちょっと外で、3番目はちょっと中って感じですね。でこうで、ここの広さよりもこっちをちょっと広めに開ける。でこのあと腹という字のこれが来るので、この3つ目の点のこの払う方向、こっちに跳ねてしまうと、これとぶつかって邪魔をしてしまう。でこの跳ねを、避けようとすると、この位置もここよりももっと右に来るだろうし、これ自体ももっと右に来る。そうするとこっちにずれて、ここがポカンと開くということにもつながるので、これ跳ねる方向は、まあ、大体上を向かって跳ねればいいかなというふうに思います。でこれでぐっと長く持ってきます、ね、関数字の1ですね。でここに入れてぐっと持ってくる。でここの部分は、横角がこうきますよね。これ横角が来て、ここのここを目指してこう押さえると、ちょうどこういう感じでいい感じで出ると思います。で小さな左払いで、これ中に入れます。で横点接、また点接出ましたね。ここしっかりと押さえて入れましょう。で横横で、これ等間隔で、ここが下2つが出ます。で最後小さいという字、押さえてまっすぐ降りて跳ねる、一瞬止めるときちょっと、筆を左にクイッと曲げて、それからスッと持ってきて、ここが V の形ね、綺麗に出るといいですね。で最後ね、安心せずに最後の最後まで左にスッとゆっくり払って、右も大きな点で
しっかりと最後の最後まで丁寧に書きましょう。でこれとこれ大体同じ方向がいいですね。バランスが良くなるかなと思います。はい、なんかちょっとねザザザッと書いていて思ったことの説明をさせていただきました。なかなかね本当筆の強弱を出したりとか太いところ細いところですね、強弱を出したり何回か書いていけば紙の中にはしっかりと字は入って綺麗な作品は書けると思うんですが、そのまた次のステージっていうんですかね、ステップステップで今度は繊維質にこだわるね、強弱度出して質味の加減ですね。で太いところ細いところっていうのはもう結局はもう意識するというよりもご自身のリズムが入り込めばもう自然な流れの太いところ細いところというのがこう強弱が出るのでとても魅力的な、作品につながっていくかなと思います。ね、重複作品書く方、ね、もし書かない方もねぜひ半紙の紙でも構わないのでねちょっと一文字ずつ書くのもとても勉強になると思います。筆先を使う練習にもなります ね。ぜひもし参考になるようであればねとかあれば、参考にしてみてください。でこの作品の場合は学年名前ね問題なくどこにでも書けますね。6年書けますね、名前もしっかりとねどこにでも書けますので問題ないかと思います。はいね、ぜひ頑張って豊富な資源、重複作品もぜひ書いてみてください。はい、では次回からは、中学生の部に入ります。まず中学1年生の課題、芽吹く季節、中学生は楷、書体と行書体2書体書いていきたいと思います。